ねえマリサ、この間冷凍庫漁ってたら、1年前のアイスが出てきたのよ。結構昔のだな。そうそう。それで、お腹空いてて、食べられないかなと思って袋開けてみたわけ。食べたのか。いや、さすがに怖くなったから食べなかったけど、匂いはそんなに変わらずいい匂いだったのよ。食べてもよかったレベルよ。そうだなぁ、冷凍庫に入れておくと腐敗や分解のスピードが遅くなるから、結構長い間入れっぱなしでも、風味が変わらなかったりすることもあるよな。それで永久凍土からマンモスが見つかったという記事を見つけて、なるほどなぁと思ったの。そういうことなんだな。それなら今日は、永久凍土で発見された保存状態抜群の古代生物の話でもするか。ぜひ聞かせてちょうだい。まずはホラーアナグマだ。北極圏のシベリア東部の永久凍土で、氷河期のホラーアナグマが2体発見されたんだ。熊？しかも2体いたってことは、母とその子供だったようなんだ。別々の氷の壁の中から見つかったようだけどな。どんな状態だったの？母グマの方は、体の軟組織が完璧な状態で残っていたらしく、ホラーアナグマでここまで状態が良かったのは初めてのことだったそうだ。へぇ？軟組織って何？軟組織は臓器と骨などの硬組織を除く組織の総称のことだぜ。例えば筋肉、血管、末梢神経とか。すごいわね。冷凍保存って、化石だと残らない情報まで残っちゃうんだもんね。そうなんだ。それまでは頭蓋骨といくつかの骨しか見つかっていなかったから、大きな発見だったそうだ。ちなみにどのくらい前に生きていたの？母グマは2万2000年前から3万9500年前に生きていたと思われる。うわぁ。こんなに前なのにこんなに綺麗な状態で残ってたのね。すごすぎるわ。ホラーアナグマがどんな生き物だったのかについても話そうか。お願い。まず、12万6000年前から1万1700年前の後期更新生の、ユーラシア大陸で生息していたクマで、洞窟の中で骨が見つかることが多かったから、ホラーアナグマという名前がついたんだ。洞窟にいたのね。ああ、実は、洞窟に住んでいたということから、住処に関しては人間と競争関係にあったと考えられているんだ。確かに、昔の人って洞窟にいて、その前で火を焚いたりしてるイメージ。それに関連するんだが、絶滅理由についてちょっと話そう。絶滅？ホラーアナグマの絶滅理由は、複数の理由が重なり合っていると考えられているが、もしかしたら人間が関わっていたかもしれないという説があるんだ。ふむふむ。もともと、ホラーアナグマの絶滅理由は明確にこれだとわかっているわけではなく、食生活や分布が限定的だったためとも言われているんだが、その説も様々な理由で否定もされててな。複雑なのね。そう、そんな中で議論されるようになったのが、人類の増加によって食物や住処をめぐる競争が激しくなったことが、絶滅に関与しているのではないか？という説なんだ。なるほどね、お家を決めてる生き物なんだもんね。お家がないと生きていけないわ。特に陶器に洞窟を見つけられないと、その死亡率は高いと推測できるな。そんな昔から、人間と自然の動物たちの争いって起こってたのね。そうだな、ヒグマのように、壁画に頻繁に書かれていたわけではないから、人間の生活に大きく関わっているとは思わなかった研究者もいるけどな。ヒグマ？ホラーアナグマってヒグマと比べてどんな存在だったのかしら。骨格はヒグマに近いそうだ。推定体重が1トンとされる個体もいるようで、現世の最大級のクマと並ぶほどのサイズだったんだ。へぇ？とても大きかったのね。そうだな。化石として発見されたものには、大型のものと、小型のものがいたそうなんだがな。小型のもいたの？そうらしいぞ。大型のものは肉食性が強く、小型のものは草食性が強かったそうだ。同じ種類なのに、食べるものが違ってたのって面白いわね。そうだな、小型個体は、洞窟よりはステップと呼ばれる草原にいたらしいぜ。草を食べるホラーアナグマも可愛い。続いては、世界最古かもしれない犬かもしれない生き物。かもしれないだらけね。これから話す生き物は、いろいろわかってないことも多いんだ。だから今後の研究に解明を託す部分もある。いいわよ、どんな謎があるのかしら？1万8000年前に生きていたと思われる犬科の赤ちゃんが永久凍土から見つかってな。生後2ヶ月ほどで亡くなったと推定されるんだが、毛皮や、鼻や歯までしっかり残っていたんだ。なんだか、最近まで生きていたみたいに思えるわ。まつげまで残っているからな。すごいわ。そんなに細いものまで。この子はドゴールと名付けられたんだ。これからはドゴールと呼ぶぞ。ドゴール、かわいいわね。ヤクルト語で友達を意味してるんだ。親近感が湧くわね。そうだな。このドゴール、発見されてから DNA 分析を行われたんだが、うんうん、犬なのか狼なのかが不明なままなんだ。
現代の高度な DNA 分析でさえわからないことってあるの？そう、通常であれば、犬か狼かは比較的簡単に判別できるようなんだ。だが、ドゴールは複数回にわたり DNA 分析をしても、判明しなかった。何か理由がありそうね。ああ、違いが判断できないということは、まず一つ、犬と狼どちらの祖先にも当たる種ではないかと考えられるな。なるほどね。両者に共通してるものを持ってるから、判断できないっていうことね。それだけじゃなく、犬とも狼とも違う独立した種だった可能性もある。こんなに子犬みたいなのに、全く別物の可能性もあるのね。進化の話をすると、諸説あるが、一つの説として狼の亜種が家畜化されたものが犬で、狼から分岐して犬になったのではというものがあるんだ。もともと犬は狼だったのね。もしドゴールが狼から犬になる過程の種だとすると、狼が家畜化されたタイミングについても示唆を与えてくれることになりそうなんだ。この子すごいわね。そうではないなら、もしかするとドゴールが最古の犬かもしれないし、こんな風に可能性は様々あって、これからの解明に期待だな。永久凍土からは鳥も見つかってるんだ。鳥？どんなのかしら？角を持つ鳥だ。角？これはシベリアで2018年に発見された鳥なんだが、4万6千年前の角を持つメスのヒバリだと判明したんだ。これもかなり昔に生きていたのに、本当にちゃんと形を保ってるのすごいわ。そうだよな。羽とかのふさふさ感もなんとなくわかると思うし、かなりいい状態だと言えると思う。この子からはどんなことがわかるの？このヒバリは、現代のロシアとモンゴルに生息している、ハマヒバリたちの共同の祖先と言われていて、亜種の多様性を理解する上で役立ちそうと言われているんだ。へぇ、どっちもの祖先なんだもんね。でも角がすっごく気になる。この角は骨じゃなくて、飾り毛なんだ。あ、そうだったの。案外柔らかそうねー。そうだな。ちょっと脱線したが、鳥の体って小さいし壊れやすいんだが、この鳥は羽毛、毛、爪、軟組織が残っていてな。確かに、体が比較的大きい他の生き物と比べると残るのが難しそうなのに。そうだな。永久凍土の低温な環境のため保存ができたとも説明はつくが、泥が徐々に堆積していったか、土壌が安定していたかで、絶命時に近い状態がずっと保たれていたと考えられているんだ。急激な変化が少なくて、ずっとそのままだったのね。保存状態が良かったので、今後は全ゲノム配列が解読され、ハマヒバリの進化とそのタイミングなど、いろんなことが分かってきそうなんだ。やっぱり状態がいいと、それだけいろんなことを知る手がかりになるのね。そうそう、ハマヒバリそのものだけじゃなく、彼らが暮らしていた土地についても分かることが多いらしいぜ。何それ？彼らが暮らしていたのはマンモス草原と呼ばれる、草原やツンドラ、針葉樹林など生態系が混合したバイオームだったんだ。いろんなものがミックスされてる空間ね。だが、それが氷河期の終わりに突然消滅し、現在と同じような北のツンドラ、中央のタイガ、南のステップへと分かれたんだ。あら？急に草原が3つの異なるフィールドに変化したのね。そのタイミングで、このヒバリも環境変化に適応し、現代のモンゴル、ロシアに、それぞれ独立した亜種を形成したのではないかと言われているんだ。なるほどね。そしたら、ハマヒバリの情報と組み合わせて、新たな示唆が得られるかもしれないということなのね。そういうことだ。一つの発見で壮大な地域のことが分かってくるかもしれないっていうのが、面白いことだよな。次は保存状態が非常に良かった赤ちゃんマンモスだ。マンモスは以前の動画でも出てきたわね。そうだな。これから話すマンモスは、北米で見つかったマンモスの中で最も完全な状態のものだと言われているんだ。それはすごいわ。どんな状態だったの？皮膚、爪、毛、すべて残っていて、腸もそのままだったんだ。内臓まで？それだけじゃなく、最後に食べたであろう草も残っているくらいなんだ。なんてこと、食事まで残ってるなんて本当にそのまんまじゃない。この子はカナダのユーコン準州で発見され、現地の言葉で大きな動物の赤ちゃんを意味するヌンチョガと名付けられたんだ。ヌンチョガね、大きな赤ちゃんってそのまんまねー。ヌンチョガは、3万年前以上前の氷河期に亡くなったと推定されていてな。おそらく母親と一緒にいたところ、はぐれた時に泥に足を取られてしまったと研究者は考えている。まだ赤ちゃんだったのにね。面白いのが、見つかったのが金の採掘所なんだ。え、金を探してたら、マンモスを見つけちゃったのね。そうなんだ。永久凍土層で金を探していた金鉱労働者が見つけたんだから、相当驚いただろうな。金が見つかるよりすごい体験しちゃったわね。世界で最高レベルに状態のいいマンモスを見つけたわけだからな。次に話すのはコウマだ。本当にいろいろな生き物が永久凍土に埋まってるのねー。
シベリアの永久凍土から見つかったこのコウマは、約3万年前から4万年前に死亡したんだが、皮膚や蹄が完全な状態のままだったんだ。この子足長いわねー。3万年前から4万年前に生息していたレナウマと呼ばれる種に当たるそうなんだが、発見された近くの地域に現存する種とは異なる種だと言われているんだ。へえ、面白いわね。この子馬は生後2ヶ月で、水場のようなところに落下して溺死したため、無傷で永久凍土の中にいたんじゃないかって言われてる。外傷なしで綺麗な状態だったのね。この子馬もとても保存状態が良くてな、膀胱には尿も残っていたくらいだ。すご。でも死んだ後に尿調べられるのちょっと恥ずかしいわ。間違いないな。そしてそれだけじゃなく、心臓の静脈に液体の血液も残っていたそうなんだ。え？それもすごい。血液って残るものなのね。そうだよな。通常であれば、保存状態が良かったとしても血は凝固し、蒸発してパウダー状になるのが一般的なんだ。なんとなくわかるわ。鼻血が乾いてカピカピになるような。わかりやすい例えだな。でも本当にその通りで、液体状に残ることは通常ないんだが、この子馬の場合は筋肉組織も生きていた時と同じく赤みを帯びていたらしい。なんでだろう、いろんな奇跡が重なったんでしょうね。そうだな。この子馬を研究してる研究所では、クローン作成も目指してるらしい。え、絶滅した生き物って、復活させていいんだっけ？ここに関しては様々な議論があるな。もちろん賛成している人もいるが、自然環境に与える影響が不明瞭なので危険ではないかという人もいるし。そうよね、どうなるかわからないとちょっと怖いわ。それに、すでに絶滅危惧種が多く存在する中で、クローンとして絶滅種を復活させようとするのは順序が違う、など、いろんな意見があるな。どれもその通りね。だが、マンモス復活プロジェクトが実際動いていたりするしな。一部クローンで絶滅した種を蘇らせたいと思う研究者もいるということだ。なんだかジュラシックパークみたいね。この子馬の場合はどうなのかな？現在、研究がどこまで進んでいるかは不明なんだが、結論から言うと、クローン作成に必要な DNA を取り出すのは難しいかもしれないんだ。あら、どうして？確かに液体状に血液は残っていたんだが、血液の中にある赤血球は染色体や細胞核を持たないため、DNA が取り出せないんだ。せっかく血液がちゃんと残ってるのに、難しいのね。そう、DNA は死後すぐに分解が始まるというしな。なかなか難しいところはあると思う。保存状態が良くても、蘇らせるまでに至るにはまだまだってことなのね。そうだな。だが、いろいろ残っているからこそ研究できることもたくさんあるからな。永久凍土って、まさに宝の山ね。